こんにちは。今回は、今やってるポイントイベントについて、やってみようと思っています。字幕だけではちょっと退屈かなと思って、音声を入れてみました。今回のポイントイベントでは、今やってるボス妖怪仲間イベントでの、ボス妖怪とも交換ができます。そして、レアアイテムの大将の魂とも交換ができます。ポイントをゲットして大将の魂と必殺の秘伝書を狙おうと思っています。1250ポイントと2000ポイントが必要されます。ポイントはイベントボスステージでしか出ないので、何より敵を倒さないでポイント玉を潰すのが重要だと思います。ポカポカ族はダメージが弱く HP が多いので有利かと思います。では、こんな感じでやってみましょう。倒さないようにピンを刺しながらやります。ポイント玉が全然出ないですね。なんだこれ。一旦倒して内容を確認します。ちょっと調べましたが、ポイント玉は最初の1個だそうです。そしてランダムで1、2、4、6、8、10、50の玉が出るそうです。これはちょっときついではないかと思います。どのくらいの玉が出るのか何回かやってみます。これはきつい。平均4ぐらいですかね。これで3250ポイントを貯めるには、約800回以上回さなければいけないですが、どうですかね。800回っていうのは一玉もその分かかるということですけど、無理ではありませんか。わらわら。50の玉が出たら一気に貯まるんですが、私は出たことありません。個人的にはワイマネー稼ぎをしてガシャ回しするのがいいのではないかと思いますね。
こんな風に500回やっても25万はいまねえためますが。笑。皆さんはどうしますか？今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。